どうもドグラです。今日もね、クソキャラ列伝 今日もクソキャラ列伝撮っていきましょうっていうのにもう慣れ出しましたけど、今日はね、新タイトルから撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、行ってみましょう。どうぞ。はい、今回のタイトルこちらになります。カプコン VSSNK2 ミリオネアファイティング2001。ついにカプ S2 が登場しました。で、カプ S2 ということは、先生はあの方です。ダヨシさん、よろしくお願いします。Hey, guys! Hey, guys! はい、というわけでね、このキャラセレ、むちゃくちゃ懐かしい。もう20年前ですからね、カプ S2。はい、今年20周年です。今年20周年か、むちゃくちゃ歴史あるゲームやな。というわけで、まあ、ダヨシさんを読んだからには、まあ、キャラ誰なんていうのはある程度予測つくかもしれませんが、じゃあ選んでください、キャラクター。まあ、僕がやるっていうことは、こうやるんですね。エーベが出ましたね。カプ S2 取るってなって、どのキャラ最初かなって思った時に、やっぱ一番最初に思い浮かんだのこのキャラなんで、このキャラ取るなら、まあダイオスさんだろっていうので、よろしくお願いした感じです、今回。じゃあ、早速、ベガのクソっぷりのところを、まあ、実践していきたいと思うんですけど、結局、もうこのキャラ何がすごいのかっていうと、もうオリコンだけなんです。オリコンがマジで本当やばい。そうっすね。前転キャンセルっていう技を使っていろいろお見せしたらと思うんですけど、軽く説明しますと、前キャンっていうのは、共通システムで前転っていう技があるんだけど、前転の出かけの2フレ以内に必殺技でキャンセルすると、前転の無敵時間27フレあるんだけど、それが、まあ、必殺技に付与される。27フレってえげつらいですね。要は、オリコンは超減るけど、立ち回り弱いよねっていうキャラが、全キャンのせいで立ち回り超強くなって、いうのは、まあ、なんだろう、立ち回りはそこまで強くないんだけど、ゲージを貯めるっていう違う武器を手に入れて、ゲージ溜まったベガっていうのは、このゲームの中で、まあ、1、2を争う強さなんで、相手側は試させてくれないんですよ。デジないうちに倒したいっていう。もう溜まった瞬間にもうキャラが変わるんで。だけど、焦ると全部全キャンサイクの餌食になって、逆にゲージが溜まっていく。ああ、どんどん、かわされる上にゲージも貯められちゃうっていう展開になるんですね。じゃあ、ちょっと、その、噂のオリコンをちょっと見せてもらってもいいですか？オリコン単体でも、まあ、7割ぐらい持っていくんですよ。オリコン単体でも7割。まあ、このゲーム、だいたい、標準キャラで14,400とか、まあ、14,000、15,000ぐらいなんですけど、今がこういう画面端で、まあ、一番痛いコンボを入れると、減りすぎやろ。まあ、だいたい1万1000ぐらい持ってきます。だから2位がちょっと当たっただけなのにとかでもフルコンいきますよね、ほぼ。もちろんです。こうやってダウンした後、ダウン状態の相手にオリコン拾えるんですよ。オリコンが射程だったらもう何でも拾える。なので、例えば、こういうのも、お手の物ですね。そうよ、これよ。いや、減りすぎやな、マジで。だから、何が当たっても7割って感じなんですね、もう。そうっす。基本、何か引っかかったら1万。いや、そう、これね、僕もエーベが使いたかったんですけど、バリコンがね、結構むずくて、そう、2P 側の時やったら結構できるんですけど、1P 側だとむずいとか、なんかそういうのが結構ありましたわ、やっぱ。で、あとこれ、オリコン発動の性能ちょっと聞きたいんですけど、まあ、ちょっと前にクラッシャーの03ソドム講座があったと思うんですけど、まあ、03のオリコンっていうのが、まあ、やっぱちょっと見た感じ、強くて。そうっすね。えげつらいことしてましたね。カプ S2 の性能は、無敵時間は、まあ、大体同じで、あと、時間停止だけちょっと半分。なので、まあ、ちょっと、03のオリコンの発動よりちょっと性能は低くしましたって感じですね。ああ、反省しましたよって感じなんですね。ちょっと。ただ、このゲーム発動すると、その時間停止っていうのがあって、強制停止フレームが存在するんか、このゲーム。そうです。あ、なるほど、そうかそうかそうか。だから動けないんですよね、相手そうでが。す。7フレ間。つまり、まあ、ベガっていうか、オリコンも、強制の7フレ停止があるんで、このぐらいの距離で、これがもう、見てからしゃがみガードできないです。
え、じゃあ光バス7フレ以下の下段ってガーフなんですか？ガーフです。やばすぎ。立ってたらあのもうガーフです。あ、最初からしゃがんでたらガードできるけどってことですよね。これがやっぱベガのちょっと強い、なんでかというとベガ歩きが速いんで。そうですね、ゲーム中結構上位クラスの速さですね。じゃあ、おもむろに歩いて、これで立ってたらもう下段が確定して、1万得点。1万点。その後にちょっと僕、悪用させていただきまして、ジャンプ攻撃あるじゃないですか、はい。普通、立ちガードするじゃないですか。まあ、相手が飛んできたら立ちガードしますよね、格闘ゲームなんで。だけど、これ。クソすぎる。立ちガードできないんです。相手が飛んできてるから立ちガードしてんのに、いきなり空中で光って透かし出たってことでしょ。そうです。でもう立っちゃってるからしゃがみガード間に合わないってことですよね。これがマジでうんこです。え、それ分かってる相手やったら最初からしゃがんだりとかしないんですか、ガードする側は。さすがです、素晴らしいです、はい、だけどありがとうございます。で発動するっていうことはこういうことでできます。ちゃんと、あ、ちゃんとジャンプ攻撃出んねんな。そうです。はいはいはい。あ、じゃあもう2択っすね。2択です、これは。まあ相手も対空いろいろ使い分けて、うん、そのデカを怒らないといけないんですけど、うん、うん、うあ、さよなら。まあ無敵時間が18フレーぐらいあるんで、もう余裕で抜けます。これほっといたらベガがゲージ貯めていつかこれやってくるんでしょ。そうです。最悪やなこのキャラ。であと守りも豊富で、はい、このゲームはジャンプ攻撃に着地の隙があるんですよ。はい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 。でこうやってこれも確定なんです。あ、確定か。技出さなければ着地の隙がないんで、うん、ガードはできるんですけど、じゃあどうするかっていうと、なぜかこのキャラ対抗力。そうか、キャラによって対抗力をないキャラもいんのか。ないキャラもいます。で、あ、でもなぜかベガはあって、だいたい8割。あ、8割じゃない、8000。あ、ちゃんとハイパーヘル対抗力があるんですね、このキャラ。何から何まで恵まれてますね、ベガ、オリコン関連は。そうなんです。僕やっぱ、全キャンサイコとバニコンのイメージしかなかったんですけど、もう、本当に 100% 溜まったらガチで最強なんですね、このキャラじゃ。って言い過ぎですけど、はいはいはい、ま、もうオリコン入れるチャンスがめちゃくちゃ増えるんで、はい、このチャンスを逃さなければ何をやってもベガがリターン取れる。例えばこうやって波動拳打つじゃないですか、はい、絵面がやばい。これも1万ぐらい減るでしょ、乾燥したら。気軽に波動拳すらも打てないです、この距離で。何すんねんって感じっすね。で、あとは、このゲームは、チキンガード結構いい防御手段なんで、まあ逃げるときによく使うんですけど、はい、ただ、万能な技じゃなくて、着地に硬直2、3フレできちゃうんですよ。なるほど、技をガードしちゃうと着地硬直が生まれるんか。そうそうそう。はいはいはい、はい。で、ベガだったら、例えば、それを読んでいたら、ジャンプ中パンチで、引っ掛けて、これってもう実質ガードフローっすよね。だってガードフローですですよね。うわ、でしかも打ったらベガは発動できるんで、うん、ゲージを無駄に使わずに済むと。あ、もう確定ダメージ、確定ダメージで端っこなんで大体1万が取れると。じゃあダイオシさん、エーベガもうこれで終わりで大丈夫ですか。で、え、まだ何かあります？ちょっと不快なんですけど見ます。いやいやいや、もう不快なキャラを紹介するコーナーなんで。不快な部分はどんどん見せていただいて。ベガ強いですけど、オリコンを当てるチャンスがなかなかない。で、まあ、自力で、まあ、体力残り1割だったとするじゃないですか。だけど、もう死ぬ間際に、もう全キャンで、ダブルでこうやって突っ込んでいくんですよ。ステゲーでね。そう。引っかかったら、もう目も当てられないですよ。何かの間違いで無敵突進技が当たったら1万減ると。そうです、まあ、投げます、近づきます、これで1万です。だってあれっすよね、ずっと投げられてたらさすがにって感じで、まあそろそろ読み合うかと思ってこれが噛み合ったら死ぬってことっすよね。そうです。なので本当に一度とすらも残しちゃいけないキャラですけど、はいはいはい、で、はい、え、まだあんの？消化した別バージョンがあって、
僕がちょっと作った、まあ、最終兵器的なものがありまして、はいはい、起き上がりに密着から端っこ限定なんですけど、はい、まあ、サイコクラッシュを重ねます全キャン、はい、そうするとこっち無敵なんで相手の起き上がり の暴れとか投げれん昇竜とか全部潰します。まあそりゃ全キャン最高で落ち着いてますからね。でそれが当たっちゃうとそうやってオリコンが入る。あーそうか、ハシヤとサイコヒットで拾えるんか。まあ、これだけだったらまだいいんですけど、はい、当然あ、まあ、やると相手もガードしてくるんですけれど、まあ、ガードされてもこれ実はなんか、うん、まあ、ほとんど隙がないに等しいんで。え、角は、角はないんすかこれ。角はほとんどないっす。ないんや、はい。なので、密着じゃないですか。はい。で、ここで投げと。もう、投げと発動の二択ができるんすね。で、いちいち端っこに投げて、うん。こうやって。そしたら、オリコン。ガードされても、ずらし押しで、投げと、うん、オリコンの二択っていうか、まあ。あ、まあ、大体。そっかそっかそっか。はい、なんて合理的な連携や。合理的かつ、相手は一生深い。いつの寝たっても、オリコン使ってくれないみたいな。そうですよね。何ケチってんねんって感じですよね。あと、はい、まあ、オリコン、万が一ガードされても、はい、ベガはずっと時間がある限り、相手を押し付ける連携がありまして、はい、このゲーム、ピーグルとケーグルってガードキャンセルがないんで、確定でガードクラッシュまで持っていきます。というふうに、ずっと囲み、ずっとこれで端から端まで囲みつつ、こうやって割れるんです。なので、あーひどいな、発動したら、はい、ピーグルとケーグルは、まあ、ある程度のダメージは確保しなくちゃいけない。積み状況存在しますよね。余裕です。あ、例えば、ある程度、端に詰めて、ガークラが、まあ、これぐらいになったとするじゃないですか。うん、そうすると、近づいておもむろに発動して、これでもうバニコンを受け入れてる。綺麗キャラや。もう半分確定です。さすがにひどいな、これ。確定ガークラから死亡とかは本当に寒いと思いますわ、これ。いや、すごいな。てか、攻略の進み方っていうか、やっぱ、強いキャラって煮詰めたらどこまででも行くなって感じしますね、エーベガは。ほとんど出尽くしてはいるんだけど、うん、まあ、それでもちまちま新しい発見とかあったりとかして、うん、例えばベガって、国の対空がなくて、こうやって負けちゃうんです。うんうん、だけど、サイコクラシアを全キャン振り向けで出すっていう、振り向け全キャンスタイトっていうのが、はいはい、これも結構あるので、めくればいいじゃん。じゃあ、サイコクラシアしますって感じ。で、それが端っこだと、はい。で、しかもそこで、うわー、かっこいい。いや、これやばい。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これすごいな、見た目。でも、俺なく1枚。うわ、かっこいい。伸ばしてますね。まあ、練習したら練習した分だけ、このキャラの、その、運系な部分を引き出せるんで。はい。まあ、やりがいはありますね。はい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 。というわけでね、今回はね、結構昔から、このキャラやばいらしいぞって多分、割と伝わってた、エーベガを、エーベガの思想と言っても過言ではないですよね。そうですね。ダイオスさんに紹介していただきました。今回、ダイオスさんありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、ありがとうございます。ダイオスさんには超感謝してますが、A グルーブベガ、このキャラは、本当にクソ本当にクソダイオスさんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ダイオスさん、ちなみに、バニコンって、いつどうやって、生まれたんですか？こういうのって誰かが見つけるもんやと思うんですけど。これは、実は僕見つけまして。ほう。実は僕、このゲームテストプレイして、ロケて前に。はい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 、はい。カプコン、呼ばれて。あ、昔よくありましたもんね、それ。強いプレイヤーがあって。うん。まあ、僕、スタッフローに乗ってるんで、見ていただけたんですけど。はい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 。で、そこでまあ、ちょっと、
ね、いろいろキャラがあって、グループがあって、まあみんなでいろいろ手分けしてやったんですよ。うん、なぜか僕、ベガ割り当てられて。はいはいはい、はい。当時はそういう、なんか、フレームとかそういう資料全くなかったんで、とりあえずまあ適当にこうやって動かしてたんですよ。うん、で、そしたらなんか、勝利点こんな技があった。最後バニッシュ。見たことねえ、こんな技に。なんだこれ、あんまり使いそうにねえなと思って、最初はそれで終わってたんですよ。うん、で、こうやってなんかこうやってやって適当にこうやってなんか遊んでるうちに、うん、あれさっきのサイコバニッシュってなんか使えねえかなみたいな、うん、でこうやってまあいろいろ失敗しながらこうやってやってたわけですよ。ああ大パンバニー大パンバニーみたいな。でちょっとやってるうちにふとこれもしかして大パニーだけで結構いけねえみたいな。まあ行き着きますよねそこに。でやってもうこれっすよもうこれ実は開発段階から僕はやってました。あ、じゃあもうバニコンの生みの親ガチで0日目からで、まあ当然見せたわけですよ。これちょっとやばいんじゃないですかって、ね、あ、さすがに減りすぎでしょと。でまあ周りはやべえやべえみたいな言ってたんですよ、うんうん、でまあ担当の人もちょっと考えますみたいな感じで、はい、その場が終わってまあ、さすがに直すだろうと思ったら、このありさまですよ。言ったにもかかわらず、直らなかったと。直らなかったんですよ。じゃあ、僕知りませんよと。そうです。言いましたからねって感じですよね。で、まあ、おかげさまで20年お世話になってる。世界で一番長くバニコンを使ってる男。ああ、なるほど。そういう開発秘話あったんですね。ありがとうございます。そうなんですよ。何個かありますけど、まあ、それは、機会やればおいおいちょっと話せればと思います。あ、わかりました。それはまだその時にでも。はい、バリバリに関してはまあ開発段階からまあさすがにここまで綺麗にはできなかったですけど、はい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 、これはちょっとやばい気配がするということはもう、はい、皆さん認識していたはずです。なるほど、ありがとうございます